フラワーゾンビ、あんたはすごいよ。当然なのら、キラゴルドよりも戦型の攻撃範囲で状態異常が超弱点相手に休み確定なのら。クソが。なぜフラワーゾンビがキラゴルドに勝っているか説明するの。呪い成功率 80%。 呪文封じ成功率 100%。 息封じ成功率 100%。 そして大気大ダメージを与えられる。さらに休み成功率 100%。 答えはこの後にわかるの。わかめ王子の混乱成功率より強い俺、キラゴルドよりも攻撃範囲広くて休み確定で強い俺。キラゴルド、人生の 5% 損していね。